書道館流空手道二世会の中島です。今回は刻み突きについて行いたいと思います。前の手で突くのですが、全日本空手道連盟の動画何かを見ると刻み突きと表現しております。道場によっては前剣突きと呼んでいるところもあるでしょうが、今回は全日本空手道連盟の呼び名に合わせて刻みと言いたいと思います。構えや飛び込みなど他の動画を見てください。でそれでは構えていきます。まず前の手しっかりつきます。引きます。構え直します。ついて引いて決める。構え直します。1、2、3です。正面から行ってみたいと思います。構えてしっかり正中線を構えてます。そのまま正中線を大切にしながら相手の上段に向かって打ち込みます。引いてきます。構えます。もう一度いきます。ついて引いて構えます。しっかりここで決めるようにしてください。以前はここで決めてもポイントになりましたが、今しっかり引くことを考えてください。距離がだいぶ変わってきます。少しやってみたいと思います。体勢そのままでつきます。普通についただけです。体を使ってつきます。今度膝を曲げてみます。今度体を倒します。今度すべて行ってみたいと思います。膝を曲げて体を曲げてグーンと入ってみる。今度逆に近い場合、腰はひねらずそのままちょこんとつきます。逆に近ければ伸ばしきらずに少し曲げたまんましっかり決めて引く場合もあります。最後にいろいろなパターンやりましたが、まず一番大切なことはしっかり中心を大切にしてまっすぐ飛び込むことです。それから間合いに合わせてついていくことをお勧めします。基本ができて応用となってきますので、その辺の練習を積んでください。